は今年も芸術的なバッティングでヒットを量産中です。今日のダイエー戦は初めて3番に入りました。第1打席ランナーは1塁、俊足でダイエーにエラーをつけさせました。ここに一同の出塁率の高さがあります。ダイエーバッテリー動揺し、4番ニールでデッドボール満塁。こうなるとダイエー先発の吉田豊彦に相性のいい元西も打たずに引っ込むわけにはいきません。一同2点目のホームを踏み、6番藤井。一郎がチャンスを作り、オリックスは1回1と5点。ダイエーファンの悲鳴がこだましました。4回、ランナーを置いて一郎。全身のひねりが鋭いバッティングを生んでいます。圧巻だったのは6回の打席。ツーベースヒットを生むしなやかな打法でした。もうこれ芸術ですね。これ肩口から外に逃げるカーブなんですけどもね、あのぐーっとポイントまでじっとこう引きつけてますよね。そしてバットが上からポーンと叩いてますよね。これは素晴らしいバッティングだったね。今日の一郎は一本足の広角打法で6の3。一塁側ベンチの王監督もほれぼれでした。ここまで4勝3敗、まずまずのスタートを見せながら、強打爆発といったいわゆるらしい勝ち方がないバファローズ。去年8勝17敗と大きく負け越したブルーウェーブ相手にどう戦うのか注目したいところですが、そのブルーウェーブに昨シーズン3敗と勝ち星なしの高村は1回、いきなりノーアウト2塁1塁で一郎を迎えます。ここでオリックスは強攻策、しかし一郎は三振に倒れ最悪のダブルプレー。ブルーウェーブは3回にも全く同じ場面で大木監督、今度は手堅くバント作戦。ところがこれは石井の好ダッシュに阻まれ、またもチャンスを潰します。バファローズも3回まで星野にパーフェクトに抑えられていましたが、4回ついに出ましたブライアントのお待たせ第1号は通算250ホームラン。1点をもらった高村は5回には3者連続三振など6回までに10個の三振を奪います。すると打線も6回、石井犠牲フライの後、スティーブンスになんと4試合連続のツーランが出て5対0とします。完投ペースかと思われた高村でしたが、7回2アウトから一郎のタイムリーなど4連打を浴び、ブルーウェーブ2点を返します。バファローズは8回からマウンドに赤堀を送りますが、先頭の藤井に一発を浴び2点差、楽勝ムードが一変します。赤堀は9回にも同点のランナーを許しますが、ここは悪いなりにも踏ん張り、今シーズン早くも4つ目のセーブポイント。バファローズだんだんと形ができてきました。穴を埋める形となっているヤクルトから移籍の西村なんですが、当然期待も大きいですよね。どんな心境でマウンドに上がるんでしょうか。やっぱり西村としてはね、やってやろうという気持ちがものすごくあると思うんですよね、はい、やっぱりこの西村の心臓の強さがものを言うんじゃないかなと思いますけどね、まあ、オープン戦にも投げていないで出たとこ勝負のこの西村なんですが、立ち上がり得意のカーブが決まらない西村は、先頭バッターの田口にいきなり左中間を破るツーベースヒットを許します。真っ暗のヒットで一塁三塁から3番の一郎、これセカンドゴロに打ち取るんですが、まあ、この間に1点を献上するんですね、はい。だからここはね、一応ね、初対戦なんですけどね、はい、インサイド弱いということで、やっぱインサイドストレートでいきましたよね。まあ、今季初スタメンマスクの三山のツーベースで近鉄2対1で迎えた4回、西村は連続フォアボールとワイルドピッチでピンチを招きます。ここまで今一つの助っ人4番ニールなんですが、センターに大きな1号スリーランです。ここはね、ツーストライクの方がものすごく良かったんですよ。だから僕はこれでいけるかと思って西村は放ったんですよね。でそれが落ちなくて甘くなったところパワーで持っていかれましたね。これで一気に逆転です、まあ、しかしその裏の近鉄好調スティーブンスが先発長谷川の初球を待って、文句なしのこの辺りが5試合連続の5号ソロです。4対3、やっぱしこう乗ってるバッターですよね、はい、ストライクを取りに行けたことを見逃さず打ちましたよね。すごいです。近鉄追い上げ、オリックスは2番手渡部で逃げ切り体制を作りたいところですが、7回先頭の中村紀洋がワンエンドワンから4号ソロホームランで、これで同点です。これもね、中村が外寄りの球なんですけどね、強引に持ってきましたよね、まあ、この後オリックス平井と近鉄佐野、互いに素晴らしい投球で延長戦、10回表のオリックスはワンアウトから田口のヒットでランナー1塁、2番福田は打ち取ったこの辺り、佐野のグラブを弾いて内野安打、これで1塁3塁です。
3番のイチローを敬遠満塁にして今日スリーランを打っているニールと勝負。ニール怒りの一発か、2エンド2から空振り三振、ここはそのまま勝ちました。これで2アウトです。そして迎えるバッターは5番の藤井、ここまでノーヒット。ワンボールから2球目、一塁線石井のグラブを弾いて、これで2人生還、2点を勝ち越しのオリックスです。浅野は好投したんですけどね、もう、はい、隙がなかったですね。白星もすぐ見放されたかなっていうところありましたよ。今日は報われずというところ。オリックスは平井が完璧なピッチングで近鉄打線を抑え込み勝利投手、チーム4勝のうち実に3勝目を挙げました。昨日延長10回の熱戦を制したオリックス、今日もその勢いは止まりません。初回先頭バッター田口、目の覚めるような一発をレフト最上段第2号のソロホームラン。この後ニールにも一発が飛び出し、オリックス一発攻勢で幸先よく2点を奪います。さらに3回福良にもホームランが出ると、それに刺激されたのか続く一郎、昨日はノーヒットに終わったものの第2打席鮮やかにレフト前へ、チームのムードを盛り上げます。なお今日の一郎は4打数の1安打でした。そして今シーズン初登板となるオリックス先発高橋光一が立ち上がりから見事なピッチングを披露。フォーク、カーブともに冴え渡り、手前打線を8回まで1失点に抑えます。5対1とオリックスリードで迎えた9回、一矢を報いたい近鉄は辻ブルースがパ・リーグ最記録となる6試合連続ホームランを放ちますが、反撃もここまで。投打の噛み合ったオリックスが5対2で近鉄を下しました。よと4連勝中、余裕の東尾新監督ですが、ライオンズは今日も1回立ち上がりコントロールが今一つのブルーウェーブ先発野田から、このところバッティング上向きの清原があわやホームランかというフェンス直撃のタイムリーツーベースであっさりと先制すれば、2回にはランナー2塁3塁でラストバッターの田辺、センター前にうまく弾き返してランナー2人が帰ります。なおもランナーを1人置いて、今度は1番ただいま首位打者の佐々木。野田のストレートをフルスイングした打球は風に戻ってバックスクリーン右に飛び込む3号ツーラン。これで早々に5対0とリードを広げますが、これでも止まらないのが今のライオンズ。続く3回には帰ってきた大砲デストラーデがこれまたバックスクリーン右に2号ソロ。さらにこの回またまた田辺の2点タイムリーも飛び出して8対0、これで勝負ありました。こうなるとブルーウェーブファンのお楽しみはイチローということになるんですが、今日のイチローはライオンズ各竹下の前に4回打席に立ってフォアボール1つにヒットなし。このところちょっと心配です。打線好調のライオンズは4回以降も垣内の5号ソロなどで得点を加え、投げては各竹下北原の完封リレー、結局10対0の圧勝で5連勝です。